米、炭水化物で炭水化物。人生で100回ぐらい言われた。コーンって沈むよね。だからといってコーンだけ先に食べたりしないよ。後半かなり救うけどね。ほんとラーメンにはお米が欠かせないよっているよね。いやこれ結構いると思うよ。だって混ぜて雑炊のようにする人もいるからね。これ慎太郎さんね。もやし、ネギ、ニンニク、胡椒ったらお米いくしかないし。これは米でしょ。日本の常連客さん。バターの影響力高いね。塩ラー以外も合うよね。バター醤油、バター味噌ね。仲良し夫婦のお店は交流系ラーメン百番さん。仲のいい夫婦っていいね。ラーメンとお米を食べて幸福感を味わう方々のおコメントお待ちしていますよ。北海道千歳市ラーメンの百番さん。